皆さんこんにちは、方言配信のオリッチです。はい、ということで今回もサモンズボードやっていきたいと思います。はい、ということで大型アップデート、大型なのかな、アップデートがありまして、いろいろ更新されているわけなんですけど、ですね、今回は栄養の迷宮というんですかね、影桜かな、どっちかですね。はい、で桜吹雪の獣というステージで、こちらはですね、随獣というみたいですね。で HP ディフェンスタイプで、攻撃吸収を持っております。まあ、季節のイベントキャラクターですね。デザインがですね、もうこれ何なんだろう、鳥と馬、キリン、まあ、ちょっと分かんないですけど、なんかいろいろ融合してて、ちょっとなんかなんていうの、珍獣感がすごいですね。はい、でリーダースキルが火、木、光属性の味方は攻撃力 2.5 倍、HP 1.5 倍と、まあ、幅が広いので、あとリーダーを着た際に変身しやすいんですけど、その分ちょっと効果が薄いという感じになっております。ただ HP 1.5 倍は結構大きいので、価値のあるリーダースキルかなと思います。はい、でスキルに関してはチェーンで縦横斜め前列の敵に HP タイプの味方全体の残り HP 40%、 光属性、防護貫通ダメージといった感じになっております。リーダースキルが HP 上がるので、まあ、結構相性がいいスキルなのかなと個人的には思います。はい、では行ってみたいんですが、今回のキャラクターも見てもらえば分かる通り、こちらじゃじゃん、聖騎士長ドレファスを4体連れております。まあ、今回おそらくアタックタイプ結構使いやすい気がしているの で、まあ、とりあえずアタックタイプと思ったら、俺なんかすごい4体揃ってるわと思ったんで、今まで3体しか揃ってなかったんですけど、この前の年末じゃないな、3周年で来てたイベントのおかげで揃ったので、まあ、ぜひ使ってみたいなということで4体で出撃したいと思います。いくぞ、挑戦。はい、ということで始まりました。これはですね、どこのエリア、まあ、サイリアなんですけど、全体で全てのエリアにおいて、随獣成長が出てきます。で第一エリアは、取り巻きの敵がすごくいっぱい出てきます。でなおかつ確実に1ターン目で、コンボの数が増えてしまう、バフをかけられてしまいます。で今回ドレファスが4コンボだったかな、ちょっと待ってくださいね、確か4コンボぐらいで、バイトがかかるはず。強いですね。はい、そうですね、4コンボで4倍で8コンボ以上ダメージ7%吸収ということになって、まあ、なるべく4コンボ組める状態を作るのがベストかなと思います。でおそらく敵のスキルなんですけど、割とランダムな気がします。敵のクリティカルを上げる、あとスキルターンを減少させる、これ怪しいな、どっちだろう、ちょっと分かんないんですけど、全部攻撃支援の構え、スキルターンを減少させられると結構厄介ですね。であとコンボ組まれても結構厄介なので、なるべく敵にはコンボ組ませないようにしたいところではあります。まあ、取り巻きの敵すごく弱いので、まあ、しっかり叩けば大丈夫かなと。攻撃力アップ、これも怖い、やめて、よしよしよし、もう1ターン耐えればなんとかなる、1ターン耐えればなんとかな、これ吸収しときたいな、これ吸収しときたいですね、一応吸収しましょう、まあ、ビビったらもんなんですけどね。はい、さあ来い、あー、これまずい、これまずいよ、これスキルがこれでもあんまり囲まれてないから大丈夫かな、左のドレスがやばい、うん、セーフ。まあ、これがっつりスキルを使うことで抜けれます。で回復もまあ兼用というか回復の効果もあるので、まあ、しっかりここはしっかりといきたいなと思います。でボスを倒すと取り巻きがいても次のエリアに移動できます。で効果はまだ続いているので HP が少ないキャラクターで戦うことをお勧めしたいですね。はい、はい、します。そう、こんな感じで一発目は結構でかいのが来るので、まあ、注意したいところですね。むむ、スキルは使えるタイミングでガンガン使っていいと思います。エリア3、まあ、ボスエリアですね、ボスエリアでは最初に相手が6ターンぐらい無敵になるので、まあ、無敵解除がない限りは、まあ、ガツガツスキルを使っていいと思います。危険である、はい、横か、来たね、うん、大丈夫だな多分、まあ、最悪1体
2体失ってもなんとかなるので大丈夫かなと思います。これ取れちゃうかな、多分次どうせやっつけちゃうんで発動しつつ回復します。ハートったら分かったかな。はい、ということでボスになります。はい、ボスも一緒ですね。まずこれ見えるか死の姿がっていうね、この感じで6ターン目敵になります。でこの後に呪いが来るのかな、いやまだ来ないか、攻撃カップかこの私に。はい、横ですね。でこれ攻撃力ダウンです。まあ、どっちでもいいんですね正直、あんまり呪いが強くないのでそんなに気にする必要はない気がしますね。おっと、そっちからちょっと止まるな。左下、左下、こうしよう。でまたこのですね、随獣清張さんのですね喋り方がこう統治法というか、なんとかなんとかです、なんとかがみたいな、そういう喋り方するんでね、ちょっと芝居がかった感じですね。はい、救って神勢を私がみたいな言わんのかい。そう、そんな感じなので、お寄ってこい寄ってこい、寄っといて、近づいている、そなたらの死がみたいなね、こういう感じ。うまずいね、ちょっとまずいね、立って、ちょっと開けさせよう、もう一段我慢しなきゃいけないのか、耐えれるよな多分。頼むよ、抗いなさい、よしよしよし。あー斜めね、ワンパンされちゃうんですよね、斜めはちょっと強いんですよ。なんで右下のやつ以外は発動していきましょう。行こう、よっしゃ。はい、結構入りますね。スキルがドラゴンスの場合は5ターンですごく回転が速い、上に2ターン続いてなおかつ4倍って結構強力なスキルなので、ちょっといけちゃうんじゃないかな。せい、いやー、しゃべらんですね。まあ、しっかりアタックタイプで囲めば、大丈夫かなと思います。で、ボス戦に来る、呪い攻撃も言うほどそんな強くないので、あんまり警戒する必要もないんじゃないかなと、個人的には思っております。はい。まあ、難度はそこまで高くないと思うので、ぜひ皆さんですね、ガツガツ挑戦してですね、集めてほしいなと思います。で、サコンさんの方もぜひ皆さん集めてほしいので、そちらもお見逃しなく。はい。といった感じで、今回の動画は以上となります。それではまた、別の動画で。バイバイ。